次数 4? 長さ6のゴロム定規。最短で完全である。ゴロム定規とは、想像上の定規の上で一連の整数位置にマークを配置し、任意のマークの体の距離がどれを取っても等しくならないものを言う。ゴロム弱とも、マーク数を次数、2つのマーク間の距離のうち最大の距離を長さという。ゴロム定規の平行移動と、鏡縁は自明と考えられる。 そのため慣例として最小のマークを例とし、その次のマークは二つの可能な値のうち小さい方を取る。ソロモン・ゴロムが名前の由来だが、シドンとバブコックも独自に発見している。ゴロム定規はその長さまでのすべての距離を測定できる必要はないが、すべての距離を測定できるゴロム定規を完全ゴロム定規という。5個以上のマークのあるゴロム定規では、 完全ゴロム定規が存在しないことが証明されている。また、同一次数で最短のゴロム定規を最短ゴロム定規という。ゴロム定規を作るのは簡単だが、特定次数のゴロム定規を見つけるのは困難である。特定次数における最短ゴロム定規の発見を、分散コンピューティングを利用したプロジェクトとして d i s t r i b u t e d ネットで進められている。d i s t r i b u t e d ネットでは、 次数24、次数25、次数26、次数27の最短語ロ無定義を求め、最短の候補を検証中である。distributed.net は次数28の最短語ロ無定義を探索している。また、新たなアルゴリズムの改善策が見つかったため、以前ほど時間はかからないと予測している。2009年から開始した次数27の 最短ゴロ無定規を探すプロジェクトは予想では7年で発見できるとしていたが2014年2月に確定したと発表した最短ゴロ無定規はフェーズドアレイレーダーの設計電波望遠鏡の配置などに応用されている今のところ N 次の最短ゴロ無定規を求める問題の計算量は不明だが NP 困難問題だと考えられている下表は すべての基地の最短頃無定規である。マークの配置が表にあるものと逆のものは省く。ありがとうございます。